ークゴリンゴラジオ自由の女神になりたくて10月に突入第249回目を迎えるニューヨークゴリンゴラジオ。本日10月3日月曜日はアニマルウェルフェアウィーク、アメリカの動物愛護週間の初日でございます。実は先週ですね、9月20日から9月26日は日本の動物愛護週間になっていたんですけれども、先週の月曜日が日本の、動物愛護週間の最終日ということで、ニューヨークゴリンゴラジオはニューヨーク動物のお医者さんである日米公認獣医師の豊田慎吾先生をお迎えしてお話伺ったんですけれども、まだ前編を聞いていない方はぜひぜひ合わせて、お聞きください。今週アメリカは動物愛護週間キックオフ、今週からですね、10月3日本日より1週間、10月9日までですね、アメリカの動物愛護週間になるんですけれども、本日はその添田先生の後編インタビューになります。前編では添田先生が獣医師を目指したきっかけや、アメリカに渡米した理由などを伺いました。そして日米公認の獣医師資格を持ちながら日本に帰れない理由とは、本日はそこからになります。それではどうぞ。じゃあそれであのアメリカのライセンスを取得して、はい、取得してしまったし、なんとなく日本に自分が変わってしまった、自分というかね、はい、もう少しでも移住までしようとは思ってはいなかったんです。その時にはもう帰れないとも思いましたね。帰れないと思いました。はい、帰れないというのが変ですけど、日本で仕事ができないと思いました。これ自分のその獣医の仕事ができないと思いました。でも日米のライセンスがあるから、はい、日本とアメリカを行き来できそうな、いや そこまでの需要はないと思うんですね僕に対してのですので、それできるかできないかと言われるとできるんですけれども、うん、ただあの、ま、働く環境ですね、アメリカの方がかなりあの働く時間が短くて給料が高いという、あの圧倒的なアドバンテージがありますんで。なるほど、はい、日本の獣医さんは、はい、働く時間が長いのに長いですね、それに見合ったお給料ではないところ。そうですね、あの今はちょっと分かんない、僕が言った20年ぐらい前の話ですと、そうですね、はい、わなるほど。じゃあもうそういう形態、まあ、雇用形態というか、そうですね、日本の先生は、まあ、自分で開業される方が多いと思うんですが、あまり。そうですね、はい、そこがやっぱりあの開業するのが当たり前なので、いわゆる見習い期間というか、うん、そういう期間はその給料は、まあ、それほどないというのが当たり前というふうな、そういうふうな、まあ、概念があったんじゃないかなと思いますね。で、まあ、先ほども言いましたけど、アメリカっていろいろな働き方がありますので、まあ、雇用をするというのも当たり前なんで、あのいい獣医師が欲しければそれなりの、まあ、待遇ですね、給与並びに福利厚生を受けるみたいなことになりますんで、やっぱり条件は良くなりますね。なるほど、はい、そこ結構日米大きいな違いでもありますね。大きいです、これも本当に大きいと思いますね。え、はい、これは日本の動物愛動物獣医師協会みたいなものとか、はい、あ、きっとあると思うんですけど、はいはい、そういうところの面での改善とかっていうのはなされてないんですかね。どう、いや、あの多少はされてると思いますよ。あの良くなってると思います。はい、ただあの単純に本当日米の比較という形でやっていくと、うん、アメリカの方がやっぱり雇用体制がしっかりしてますし、なるほどなるほど、はい、週休2日で8時間1日8時間労働と、でオーバータイムをしっかり払うと。あううあ、なるほどなるほど、そうですね、はい、なんか日本はそのあたりはちょっともしかしたらちょっとグレーというか、というか、はい、しますけど、まあ、ただアメリカの場合はあの突然首を切られるということもありますけれども、はいはいはい、スコラみたいな感じでね、はい、ですけれども、まあまあ、
まあ、全体的にトータルで総合してみるとやはりアメリカの方が働きやすいと僕にとっては。なるほどなるほど、はい、うん、と思って残りました。このコロナの期間パンデミックの時、はい、獣医師業界はどんな感じでした？もうロックダウンとかされてたり。そうですよね、結構大変だったと思います。我々は一応エッセンシャルワーカーということで、はいはいはい、働きに出ていましたけれども、うん、まあ本当に最初の方は本当に1日数件見ると、うん、2、3件、前までは1日30件ぐらい見てたのを1日5件ぐらいに減らして、うん、あと仕事場の中もそうですけど密にならないようにスケジュール組み直して1日、うんうん、まあそうですね、クリニックには5人以上入らないようにするとかいう風な感じにしてでやってましたね。そういう風な感じで。あ、でも1日30人ぐらい、30匹くらい来ていた患者様の動物が5人くらいっていうのは、はいはい、で 見切れない動物たちも いたと思いますし、マンハッタンから郊外に移った方も結構いらっしゃったので。そうですね、はい、ですのでそういった意味ではまあちょっと追跡調査というか電話で時々お薬取りに来られない方とかいらっしゃったんで、はいはい、電話をしてどうしてるのという話はしましたけども、うん、結構郊外に行っている方がいらっしゃったので。そうですね、はい、うん、そうですね、あの時期は皆さんニューヨークシティから。そうですね、もうマンハッタンが空っぽでした、ね、空っぽで、そう空っぽでしたもんね、はい、本当にね、はい、へえ。でこの動物たちも人間もパンデミックの状態の時に精神的に鬱になる人が結構多かったじゃないですか、はい、ずっとこの動物もそういうことってありますよね。そうです、外に出れないとかいうこと、まあどちらかというと僕の感覚でいうと逆でですね、リモートが多かった分飼い主と一緒に入れる時間が増えたので。なるほど。犬にとっては非常に良かったんじゃないかなと思いますね。逆に今皆さんがオフィスに行き始めて、まあ、いわゆる分離不安、セパレーションアンギザイティというか、はい、そういうふうな感じになっている状況の、はい、ご家庭もあるようで、まあ、それはまた新たなる問題なんですが、うんうん、犬にとってはコロナの時代というか時期というのは、うん、犬にとっては結構ハッピーだったんじゃないかなと僕は思いますね。そうですよね、はい、だって常に飼い主さんが家にいるわけですよ。そうです、寂しい時間がないんで。そう、でもこれ問題になったのはパンデミック中に人間の都合でね、はい、家にいるのでペットを飼う人がすごい増えたんです。そうですね、はいはい、でシェルターに行ってももうみんな犬が引き取られてよかったねなんていうニュースを見て、はい、本当によかったなと思ってたんですけど、はいはい、ちょっとパンデミックが終わりくらいになってから、はい、その後動物大丈夫です、大丈夫っていうか大丈夫じゃないみたいですよね。やっぱり会社に戻れ命令が出て、いわゆるペットシッターが雇えない人っていうのはいっぱいいらっしゃるんで、ですよね、そうするとまたシェルターに戻すというケースは増えてますね。あ、じゃあまた戻ってきちゃうみたいですね。うちのそのシェルターの場合はもう最初からですね、2020年の3月の時にしないというふうにしたんですね。いわゆるコロナ期間中に、はい、新しい飼い主を見つけないと。つまり対面でですね、そのアダプトの仕方っていうのもいろいろありまして、はいはい、まあ、書類にサインして犬もらえるっていう風な簡単な手続きのところもあるんですけれども、はいはい、うちのシェルターの場合は2回3回その面談をして飼い主と話をして、はい、その資格があるかと、うちが保護してきた犬たちをもらう資格はあなたにあるのかっていう風な感じのその面接を行うわけですね。結構くどいぐらいやるんですね。それが嫌で辞める人もいるんですけども、ですからうちのボスとちょっと話をしたときに、今ちょっとブームでそうなってるけどどうするって話をしたときに、うちは面接できなかったら出さないって言って、うちのボスはもうコロナ期間中はしないって言っていうふうにやって、まあ非常に個人的にですね、ちょこちょことは出てたんですけど、出てたと言うんですけども、うん、そういうケースはあったんですけれども、うん、いわゆるオープンにして、パブリックのオープンにしてやるっていうことはもうしないというふうにして、そういうスタンスでやってましたね。あ、すごい、それは動物のことを考えてもらえてて、すごい。そうですね、まあコロナの時期だけではなくて前々からそうなんですけども、
アダプトされた後にリターンして戻ってくるというケースがあるんですね。で、そうするとそのリターン率っていうのをなるべく減らすためにどうするかっていうことを、まあ、僕はそのアダプションのセクションで働いてませんので、うん、詳しいことは分かんないですけど、基本的にはそれをなくすためにはやはり飼い主を吟味しないといけないと、はい、そこまでしてうちの犬欲しいのかというふうな感じぐらい、そのインタビューを行うわけですね。それでももらってこれ欲しい、もらいたいっていうんだったらじゃあっていうふうな感じにしていくと、リターン率が結構下がったと、かなり下がってるということなので、うん、そういうスタンスにして、まあ、数はさばけませんけども、戻ってくる数が少ないというか、ほぼない、うん、ゼロに近いんで。わあ、はい、ですので、まあ、そういうスタンスは崩さないということで、コロナ期間はアダプトしないと。なるほど。はい、これ、もちろん面接もして、換気ありますって言うんですけど、はい、経済面がちょっと弱い、そういうことまで調べたりする。そうです、まあそう、まあ、給料面接出せとは言わないかもしれませんけども、犬を飼った経験があるかとか、うん、まあ、ワンちゃんの場合はですね、昼間誰か家にいるのか、家に誰かいるのかとか、もしくはいない場合はドッグシッターを雇えるような経済状況、あ、なるほどなるほど、そういうふうなことは聞くみたいですね。はいはい、あ、はい、そうですよね、はい、だってこれぶっちゃけた話になりますけれども、はい、アメリカって医療費がものすごい高いじゃないですか。高いですね、はい、そしてもうペットの医療費もきっと高いですよね。もちろんです、はい、で保険、ペット保険とかもあるとは思うんですけど、はい、ペット保険に加入してる人ってそんなにたくさんいらっしゃいます？そうですね、まあ肌感なんですけれども、マンハッタンで 20% いないぐらいじゃないですか、ね、もしかしてもうちょっといるかもしれないですけども、そのぐらいなんじゃないかなと思いますね。っていうことはやっぱりほとんどの方がペット保険はなくて、はい、自費になるわけじゃないですか。そうですね、はい、賄えない人とかも多いですよね。そうですね、はい、まあこの先週ですかね、行ったセミナーでも、まあ、ポイントとしてやっぱりそういうこともですね、まあ、お金の話もそうですけど、はい、お金の話もお金かかりますよということですね、はい、そういうこと知らなくて買っちゃう人が多いんで、うん、まあ、そういうことも含めてですね、まあ、ちょっとお話をさせていただいて、そう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 、あれもすごく良かったです、はいはい、自分の経済力にね、はい、見合わない治療をしてしまったりとか、はい、そうですね、あれもすごく良かったです、あれ、はい、聞いて、そうです、ね、結構お金の部分って日本人って隠したがるところがあるんで、はい、そういう話がなかなか出てこない、まあ、日本のテレビでもそうですけども、お金の話っていうのはペットに関してはあまり出てこないんで、はい、やっぱりそれはやっぱりクリアにしないとですね、いけないと思ったんで、その辺はちょっと、まあ、セキュララって言うと変ですけれども、かかりますよというふうな事実のことは伝えさせていただきました。はい、でも私先生にインタビューする前にちょっといろいろ先生 の記事とかね読んだんですけれども、はい、やっぱり犬を飼ってみたけれども経済的に飼えないとかってシェルターに持ってくる人がいるわけじゃないですか。はい、でそこのシェルターに来て、シェルターに来た動物でレスキューされないでずっとシェルターで過ごしていく動物も結構多い、はい、そうですね、います。うちはですね、もう年を取ってるワンちゃん、そして、はい、慢性病でお薬が必要な犬っていうのがいるわけですよね、はい、そういうワンちゃんっていうのは、まあ、もらわれない可能性が非常に高いんですね。ですよね、うん、はい、で、まあ、そういう子たちは、まあ、うちで死になさいということで、多分20頭ぐらいいるんじゃないですかね、そういうワンちゃんがいます。でうちのそのシェルターで世話をしてくれるその同僚でですね、非常にもうそのなんていうんですかね、自分を犠牲にしてですね、うん、その犬たちのその生活というか人生を捧げているような人がいるんで、うん、彼のおかげで、まあ、回ってるような感じなんですけども、彼はそういう、まあ、僕がやってるわけではなくて、彼がそういうことをですねやって、自分がこの子たちの最後を見とるんだということで、20頭ぐらい年老いて、その毎日お薬が必要な犬をその面倒見てますね。ああ、そうなんですね、はい、仏のような人ですね。はい、もうじゃあもうこういう世界で働く人って そういう人じゃないと働けないですよね。いや、まあそう、彼はいつもこれは僕だからっていうことを言ってるんですけれども、自分がそうしたいからそうやってるだけで、みんながっていうわけではないんだと、例えば自分がそうしたいんだっていうふうな感じでやってるんですよね。ですから、まあ、彼の、まあ、本当
あの彼のおかげで我々はそういうワンちゃんもあのなんていうんですかね、引き受けて、うんうん、であの面倒なるべくその家で飼われているのと同じような環境で、まあ、しかもあのグループ作ってるんで犬が、はい、年寄り犬たちのグループ作ってですね、うん、あの楽しくやってる、やってます彼らって、はい、よかった、そうなんですね、そうですね、はい、へえ、でもこの先生もそのシェルターから2匹ワンちゃんを、はい、そうですね、はい、まあ、シェルターというか僕の患者だったというか、はい、ああ患者さんだった、そうそうそうです、そうですね、はい、患者さんだったあの犬を引き取られた、そうそうですね、はい、結局飼い主が飼えなくなってしまったと来てた、そうそうですね、飼えない、お金、まあ、あの2つのケースでもお金がない、時間がないということですね、はい、それでもういらないということで、はい、だからもう本当にはい、もうあのセミナー受けてもらいたいくらいでしたね本当に、はい、買う前に、いや買う前に受けって言ってよかったなって本当に思いましたもん、はい、そうです、まあ、あのそういう事実ありますけど、まあ、それほどなんかこう肩を張った感じでリラックスしてワンちゃん猫ちゃん飼っていただきたいんですけども、やっぱりそういう事実はあるということですね、うん、それはやっぱり改めてというかあらかじめ知っていただくというと、その時にそういう時期というかそういうことが起こった時に慌てないということで、まあ、準備しておくということが、うんうんうん、あの重要だと思います、はい、うーん、でこれ例えばですね、はい、本当に犬が大好き猫が大好きなんですけど、こう 犬や猫が実際に病気にかかってしまった時に、はい、治療してあげれば治るけど治療してあげなかったら治らないっていう場合で、はい、費用が出せないっていう方とかもいらっしゃるじゃないですか、はい、そうですね、そうですね、まあ、うん、いらっしゃいますね、はい、そういう場合っていうのはもうあのでも払えない、でも助けてあげ、どうなってしまうんですか、そういう場合は、そういう、うちのあのまあ各病院で違うんですけれども、うちの病院の場合ですと、まあ、うちは、まあ、一応ノンプロフィットなので、うん、まあ、元々のその価格設定が他の動物病院に低いんですね。で、まあ、敷居はちょっと低くなってる感じなんです。なるほど、うん、はい、それとあの、まあ、値段である程度高額になった場合に、まあ、分割払いができるとか、おお、なるほど、なるほど、はい、まあ、もしくはあの、まあ、クレジットカード使ってる方であればクレジットカードを使ってという感じでできるとは思いますので、そんなにうちの病院の場合で、まあ、本当にあの貧困家庭の方っていうのはいらっしゃいますけれども、そういう方っていうのはその医療費を免除にするとかですね、例えばメディケア、ペイドとかそういうふうな感じに加入されている方とかですね、うん、まあ、収入証明書を見せていただいて収入がこのぐらいしかないということであればちょっとカバーしとこうかとかいうふうなことはやってるみたいですね。僕もちょっとお金に関しては 100% あの知ってるわけじゃないんですけども、うん、そういうこともやってます。なるほど、はい、これあの先生もちろん動物大好きだと思うんですけど、ゆいさんの中であんまり動物好きじゃないんだよねなんていうお友達の先生とかいらっしゃいます？いないような気がします。やっぱりいないですよね。みんなペットかなんか何かしら飼ってますよね自分の。そうですよね、なんか、はい、ほら親が獣医でそれを継ぐために獣医になったとか、はい、自分の意思でなく継いだ人とかいらっしゃるのかななんて思った、まあ、そう、まあ、いないこともないかと思うんですけれども、僕の知ってる限りはあのそういう風な感じの先生には会ったことはないですね。皆さんやっぱり動物好きですね、はい、うん、でほら動物とかでも私ちょっとあの LGBTQ じゃないですけど同性愛の動物たちもいるっていうのを聞いたんですけど、はい、いるんですかね。わかんないです、それは。それは、ね、それは多分人間が観察して勝手にこうちょっと当てはめてるっていうのはあるんじゃないかなと。あ、やっぱりそうですよ。なんか、はい、ね、なんかセントラルパークズーのペンギンが同性愛でとかっていうお話を聞いたことがあったんですけど、はい、それはやっぱり人間が観察してそうなんだっていう。そうですね、人間のこの考えに当てはめてるのが、まあ、ないとは否定はできませんけれども、はいはいはい、そういう風なのが多いんじゃないかなとちょっと僕は思いますけども。なるほど、ね、はい、じゃあ先生ちょっと今後の展望、いろいろ先生ほら変わってきたじゃないですか、はい、アメリカを見ようと思っていらっしゃったけれども、はい、
こ見る世界が広がって、はい、やっぱり今後は先生どんな感じの展望になっていかれるんですか、ね、そうですね、まあ、軸足は今のところに置いときたいと思うんですね、はいはい、仕事も好きですので、それは置いといて、あとは別に往診でですね、ちょっと別 の, その会社を作って往診でその各家庭を回って診察を行うということをやってますん で, でそれをあ、まあ、もう少し充実させるとかですね、はいはい、まあ、それを始めたきっかけっていうのが犬に針を、東洋医学ですね、東洋医学を始めて、最初はうちの病院でやってたんですが、やっぱ時間が必要なんですね、その針を行うっていうのは。なんで、はいはい、ちょっとそれがうまくいかなかったんで、そこをやめて、それで往診で針を行うということをやっていったので、その往診の形ともっとそういった東洋医学というか、まあ、東洋医学だけではなく、うんうん、東洋と西洋の医学をこう混ぜ合わせた感じのですね、融合させた医療っていうのをですね、往診でなるべくそのご家庭に届けるとわあいうふうな感じでやっていけたらいいかなと思って。そうです先生、やっぱり獣医師は西洋医学じゃないですか。そこで突如じゃないと思いますけど、西洋医学をやっていた先生が東洋医学も取り入れようって言った、はい、きっかけみたいなのあったんですか。きっかけはですね、リハビリテーションをですね、いくつか施設を見学させて、マンハッタン、ニュージャージーとですね、10年ぐらい前ですかね、見学させていただいたときに、あ、これはいい仕事だなと思ったんですね。歩けなくて痛そうなワンちゃんがやってきて、1時間2時間のセッションを受けると結構 楽になってシップ振って帰っていくというふうな状況を見て、あ、これはすごいなと思って、これちょっと勉強したいと思ったときに、ちょっと調べるとリハビリテーションで結構機材だとかいろいろ大変なんですね。でそれをで何とかと思って調べていくと、東洋医学というのがあって、でそれで東洋医学で針もあるなと思って、そういう側面から何かちょっとヘルプできないかなと思ったのがきっかけですね。はい、本当にこれ針も動物に効くんですね。痛み等は効きますね、はい、あと漢方薬を使ったりとかですね。動物にも漢方薬、そうですね、はい、すごい、本当にじゃあもう東洋医学、そうですね、東洋医学だけには僕はしないんですけれども、西洋医学で足りないところを、まあ、東洋医学でカバーすると、はい、そういうふうな感じ、その逆もそうですけど、東洋医学ではカバーできないところを西洋医学でカバーする、確かに、はい、もういわゆる患者のベネフィットになる選択をさせるというか、そういうことをやってますね。はい、いやすごい。じゃあもうそれをその訪問往診ですね、はい、診療往診ですね、はい、を西洋医学と東洋医学を交えて、はい、打っていくっていう。そうですね、動物病院で働いて患者を見るというか犬猫を見るのと往診して犬猫を見るのでは景色が違うんですね、やっぱりね。見える景色違うんですね、はい、そうですね、飼い主の方もやっぱりよそ行きで動物病院に来られますが、往診ですと飼い主の方の家に行きますので、うん、飼い主の方の本音というとあれですけども、そういうのも見えてきますし、あと犬猫がどういうふうに生活してるかとか、なるほど、そこからそれを見て飼い主の方の発言とか聞くと、なんとなくそのなんかアレンジしていく治療法というのが違うふうに見えてくるんですね。はい、動物病院からではわからないのがあるので、あと時間もかけられるということがありますので。なるほど、はい、ですので、まあ、ご希望される方っていうのも、まあ、少なからずいらっしゃいますので、まあ、それに、まあ、答えれるように、はい、いやでもそれはすごい。私ただ往診っていうのは、まあ、はい、病院まで行けないから先生が来ていただくなんてラッキーとか思ったんですけど、はい、ドクターの目から、まあ、もちろんそれもあると思うんですけど、はい、先生の目から見ても、はい、実際ワンちゃんが生活している場所を見ることによって、はい、診断でがもうちょっと広がるというか、そうですね、はい、飼っている、はい、環境とかが見られるわけですもんね。そうですね、はい、ワンちゃんを連れてくるだけだとそこしか見えないですけど、そうですね、はい、実際に住んでいる環境が見れるとまた治療の、はい、
違うアイディアが出てきますね。なるほど、それは思いつかなかった、うん、ただ先生、先生の時間がなくなっちゃうんじゃないですか、はい、まあ、まあそれもありますけれども、まあ、その中でもまあいい医療が提供できるのであればですね。あ、でも確かに確かに、はい、じゃあ先生、時間を、先生の時間を惜しまなきゃいけないってことですね。まあできる範囲でですけれども、はい、これはすごくいいですね。もともとがその針をやり始めたの、まあ、針を往診でやり始めたのが、まあ、まあ対象動物っていうのが大型犬が多いんですけれども、うんうんうん、飼い主が連れてこれないっていうのが一つあるんですね。なるほど、大型すぎて、はい、もともとが連れていけないということで、うちに来てもらえませんかっていうことから始まって、で実際に行ってみたら、これはそっちの方が絶対楽だなと思いましたし、飼ってる環境を見ると、うん、あの関節炎を持っている大型犬にはちょっと良くない環境であったり、ここをこうした方がいいよというふうなアドバイスができますので、ということを考えていくと、針は往診だなと思ったんですね。なるほど、はい、でそうしていくと、今度他のことで昼間には時間がないんで夕方往診に来てくださいということも出てきて、まあ、一般診察でですね、ニーズが出てきたんで、それにもできる限り応えるというふうな感じで、はい、いや先生、毎日毎日お忙しいじゃないですか。だって1日何匹くらいの患者さん、まあ、患者ペット、まあ、ケースバイケースですね、まあ、手術もそうなんですけども、まあ、多い時だと1日15、20はやりますけれども、まあ、外来もそうですね、そんなふうな感じですね、はい、うわ、いやでも先生すごい、私まだ犬猫飼ってないんですけれども、はい、もういつかうちは多分猫を飼いたいんですけど。そうですか、はい、でもただうちもうちのハズバンドも猫アレルギーがあって、あ、それは結構きついですよね。そうなんです。だから本当はホスターみたいな形にしてから、はい、うん、本当にちゃんと飼えるのかっていうのを確認してからにしようか、はい、そう、そうですよね。僕は猫ちゃんアレルギーのなんか注射とかあるし、予防接種みたいな、なんだろう、薬とか、まあ、人間の方はあるみたいですけどね、まあ、薬漬けになってまで買うかっていうのもちょっとあるかもしれないですけども、うちのねアズマンのそんな薬飲んで買おうよっていうんですよ。なのでやっぱりそこがね、まだ一歩踏み切れないところなんですよ。そうですね、で結構きつい人はきついみたいですからね。アレルギーがどんどん悪くなるっていうこともあるみたいなんで、そうだ、もう飼いたいのは山々なんですけど、アレルギーがあって、で、はい、犬でもいいんですけど、先生もさっきおっしゃってた通りに、はい、うちは両方とも共働きなので、はいはい、ワンちゃんが寂しい思いしちゃうじゃないですか。とはいって、ね、経済的な余裕がないので、うん、ドッグシッターとかも雇ってあげられないっていうので、2匹飼うっていうのもあれですよね、まあ、それも経済的なある負担にはなりますけども、2匹飼うと2匹で、まあ、まあ、2匹がもう1人いるんで、犬ってやっぱりグループのそのなんていうんですか、習性があるんで、まあ、1匹でももう1人いれば、はいはい、全然違いますよね。あ、じゃあそんな寂しがらずに2匹で。そうで、うちもまあ基本的には最初は1匹共働きで1匹だけだったんですけれども、はいはい、寂しいだろうなと思って2匹のいいタイミングで、その自分の患者で捨てていった人がいたんで、あ、じゃあこれもらおうと。ああ、なるほど、はい、でも本当に全然昼間にいないので、家にいないので、はい、これはワンちゃん寂しくなるから、うんうん、でも猫ちゃんだったら、さっき先生言ってたんですけど、猫だったらなんかね、レスメインテナンスみたいなのがあったので、はい、そういう理由で飼ったらいけないかなとは思ったんですけど、あ、いやいや、当然それはありです。というか、それをしないといけないですよね。そうですよね。ね、猫か犬が欲しかったんですけど、ワンちゃんが、はい、メンテナンス、自分らにしてはメンテナンスに時間がかかってしまってかわいそうだということで、はい、猫ちゃんにしようって言ってたんですけど、はい、猫にアレルギーかみたいな感じで、そうですね、まだ飼えてない状態とか。はい、昔セミナーやってる時なんかやっぱ飼わない選択もあるというふうなことはいつも言ってましたね。飼わない選択、はい、まあ、猫にする、あ、猫に、鳥にするとかですね、魚にするっていう選択もある、いわゆる犬猫がやっぱり敷居が高いといろんな理由で、はいはいはい、であれば飼わない選択っていうのも、まあ、その時期、その時にですね、飼わないっていう選択をするっていうのもありだと。
というふうなことは言ってましたね。なるほど、はい、だから現在はこの買わない選択を選んでるわけですね、はい、今は買わない選択だ。そう、今は買わない選択、はい、で買える選択になるのを待つと、まあ、状況を変える、環境を変えると。そうなので、僕の環境を、あの、うん、薬を飲むとか、はい、注射を打つとか、はい、そういう環境を変えていって、変える状況になったら受け入れたいなと思ってるんですけども、はい、そう、そこを今クリアしないといけないところで、うん、なので、まあ、でも実際飼ってみないとどのくらいアレルギーが出てくるのかっていうので、フォスターとして飼わせていただいて。そうですね、でも、はい、それもありだと思います。ありですね、はい、はい、いや、なのでね、買う、ずっと買うって言ってて、買う買う詐欺みたいな感じなんですけれども、はい、いや、でもいつかで買いたいなと思ってるんですけどね、はい、なんとかがん、まあ、でも、鶴瓶先生がいらっしゃるから、何かあった時にもすぐ行けるし、はい、まあ、ご連絡ください。でも、行きます、はい。お力になればと思います。いつか買ったら、あの、お世話になることがあると思いますので、はい、ぜひお声をおかけください。よろしくお願いします。はい、あ、先生、今後何か前回のような、はい、あの、いいセミナーイベントとかあります？近々。今のところはですね、具体的な案はないんですけれども、うんうんうん、大体そのやるときっていうのはですね、いろんな皆さんのご協力を得てやってますので、はいはい、まあ、次回あるときはですね、あの、そういう協力を得られたときにまたアナウンスさせていただきたいと思います。いや、ぜひぜひ何かをね、はい、いろいろなところでセミナーをされててね、私は今回のセミナーをパッと見つけられてよかったなと思ったんですけれども、はい、いや、ぜひ。でも、しかもオンラインになったから、はい、あの、全国、あの、世界どこからでも参加できますもんね。そうですね、はい、それはいいですよね、はい、まあ、じゃあ、あの、今後の先生のセミナー何かあったら私また参加させていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。じゃあ、そろそろ最後になるんですけれども、はい、先生、何かこのリスナーの皆様に一言メッセージいただけたらなと思うんですけど、もう何でもいいんですけれども、はい、あの、ペットを飼ってる皆様にでもいいですし、アメリカに行きたいと思ってる皆様でもいいですし、ま、もしくはまた先生がこれまで、あの、獣医としてきて、これをモットーにしてるとか、そういう何か一言メッセージがあれたら。私、あんまり結構モットーがフラフラしてるんで、あんまりモットーはないんですけども。ないでしょ、全然。あの、まあ、メッセージ、動物とは離れてですね、日本の方、ちょっとアメリカに来てチャレンジしたらいいんじゃないかなと思いますね。はい、あの、いろいろその、うん、僕が来てからも20年、いろんな、はい、日本の若者が僕のところに来てですね、何人かこう見に来られた方いるんですけれども、はい、今のところ誰一人アメリカに来てないんですね。やっぱり、あの、ちょっとそういうふうなことが頭に浮かんだっていう方が来られたのかちょっと分かんないですけども、はい、けども、やっぱりチャレンジしてほしいな。もう日本の、まあ、動物病院獣医のこともそうですけども、ちょっと結構ピークは過ぎてきてるんで、あの、アメリカでチャレンジしてみると面白いよっていうのはありますね。そうですね、違って面が見えますもんね、はい、自分 の、 ね、あの、いる世界を変えるだけで見えるものが違ってきますもんね、はい、そうですね、失敗してもいいと思うんで、とりあえずやってみるっていうのは、あの、いいんじゃないかなと思いますね。僕の失敗ばっかりだったんで、今ここに来ると、まあ、一応形にはなりましたけど、失敗本当ばっかりしてるんで、の方が多い感じなんで、あの、みんな失敗するつもりで来ていただければ面白いんじゃないかなと思いますね。なんか必ず成功しなきゃって思ってきちゃうから、はい、身構えちゃって出られなかったりするんですよね、はいはい、僕も成功したとは思ってませんので、あの、失敗しながらこう来た感じがあるんで、ちょっと失敗しようかぐらいの気持ちでやってきてもらえると面白いと思います。はい、そうですね、はい、なんかでも本当に環境を変えたら見えてくるものも違ってきますし ね、 そうですね、はい、そっからまた得れるものも多いと思うんですね、はい、そうですね。先生、ありがとうございました。今日は有益なお話を、はい、なんか本当はもっといろ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 聞きたいことも山のようにあったんですけど、これちょっと次回にとっておきたいなと。そうですね、また次回呼んでいただければと思います。いやいや、ぜひぜひ来ていただけるのでた、はい、ればよろしくお願いします。こちらこそ楽しかったです。本当、先生、ありがとうございました、はい、ということで、本日は、動物愛護、動物保護団体ヒューメインソサイティオブニューヨークの、日米公認長いですよ、私ね、あの、それが信号でいいです。長いですね、すみません、はい、
獣医師の添田慎吾先生にお話伺いました。添田先生ありがとうございました。ありがとうございました。それでは来週も皆様、来週の予定は未定でございますけれども引き続きニューヨークリングラジオよろしくお願いします。それでは See you next week! バイバイ!